はぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日も君が死ね多数決デスゲーム続きやっていきたいと思います。前回ね、こう刑事さんが相棒になってくれて、こう魂をね悪魔に売ってくれたおかげで目が赤くなり、人の心の動揺とか、あと暗闇でこう全然見えないやっていうところとかも刑事さんのおかげで見えるようになりまして、いろいろ探索してたってところでしたね。で、なんかこれこの黒板のやつ分かったから、なんかパスワードいけんちゃーんって刑事さんから言われたんだけど、あんまよく分かってないから、他のとこ探索しながらいろいろ考えていこうかなと思います。11と9、119ってことかな。とりあえず広間行ってみようか。これさ、なんか無音かと思いきや無音ってわけでもないんだよね。それがすごいなと思ってました。広間まだ行ってないのって遊戯場とかか。遊戯場も見てみようか。青い部屋。うわー、いるわ。あ、なになになに、なんかある。何かが絵画の下に落ちている。犠牲者のディスク E を手に入れた。 E ってことは A、B、C、D もあるってこと。なにそれ。見ちゃダメだ。見ちゃダメなのか。でも見ずにはいられないんだけど。赤い部屋、開けることできないと。何も、あと調べられないかな。広間で、一応2階も行っとくか。2階の、黒の部屋。ああ、ここね、ソウさんが最初に、こう、いろいろ全部剥がして、シュレッダーで捨てたところってことだよね、きっとね。なんか見られたくないものでもあったんかな、ソウさん。ここは入れないのかな？閉ざされてる。なるほどね。どこ行けばいいんだ？食堂か。あ、食堂の奥か。食堂の奥のこのピンクの部屋に入るのに必要なんだっけ。ダイヤル錠。待った、サラちゃん。ドアノブの中央に小さな穴が開いてるよ。ん？穴？毒針が出てくるかも。それは間違えられませんね。この部屋のどこかにヒントないかね。分かってから解錠した方がいいよ。最初に来た時は開いてたのにな。そうだね。これじゃあ刑事さんなんか分かったっぽいから頼んでみる？酒場で見た黒板には飲酒不可の人の名前が書いてあったよね。確か9人だったはずだ。よくできました。なになに、どういうこと。ドッグフードでももらいたい気分だね。刑事さんがサラちゃんの飼い犬になっちゃった。あ、そういう主従関係を望みですか。ああ、なるほど。それも悪くないですね。え？ってことは？ダイヤル城に挑む？ 9。9でどうだ？ドアノブはガチャリと回り、ドアが開いた。なんで飲酒不可の人たちのダイヤルだって分かったんだ？刑事さんは。ここ、なんかそういうヒントあったっけ？合ってたみたいだ。さすがサラちゃん。これでピンクの部屋に行けるね。はい。鍵は開いている。奥に進むんだけど、ちょっとセーブさせてください。ビビリなんでね。はい。じゃあ行きますか。奥に進もう。刑事さんも一緒だから大丈夫でしょう。わ。怖。うさぎ怖。空っぽ空っぽ。ハートの、じゃあ、刑事さんよろしくお願いします。なんかあるね。なにこれ。ハートの形の通気口。戸が開いてるね。人が通れそうなサイズだ。先は真っ暗だ。またどこかに繋がってるかもしれないけど。どうしよう。ここに銀くんが入ったのか。だってここ以外他全部見たけど、銀くんいなかったんだよな。でもここどうやって入ったんだろうなって感じするしな。通ってみるか。この際危険は承知の上か。行こう。ん？初めて見る部屋だ。これホエミーじゃね？ホエミー分解されてる？もしかして。どうなってんのこれ。足元気をつけて。何これ。机の上に何かがある。暗くてよくわからない。パソコンの画面が光っている。
なんだ？何かの映像が流れている。うわ！何？おい、助けてくれ！お願いだ！これは、これあれじゃね、犠牲者のディスク A とかなんじゃないか？私が持ってるやつ今 E だけど。は？知らなかったんだ！何も！そこで聞いているんだろう！助けてくれ！あんたどうしたんだ？こっちの声が聞こえるか？おい、返事をしてくれよ！誰にも言わない！約束する！いや、聞こえてるわけじゃないんだろうな。やっぱ映像再生されてるんだと思うんだよな、これ。これは、録画された映像か。うわ、なんか近づいてきたな。なぜここまでする必要があるんだ？決まってたはずだろう！彼女に！彼女？文句なんてない！私はただ、平穏に暮らしたいだけなんだ！まさか、私たちが集められたのは、すべて、彼女のためなのか。指導員、サラ。は？え？くそ、殺してやる！組織の奴らも、指導員サラも、地獄で、呪い殺してやる！見ちゃダメだ、サラちゃん。で、こんな。おそらく、これは最初の試練で犠牲になった人間の映像だ。私、こんな人知らない。何が何だかわからない。潔白です。ちょっと間抜けっぽいな。潔白ですって。いや、何が何だかわからないよな、サラちゃんにとってはな。何が何だかわかりません。こんな映像。だが、彼はサラちゃんの名前は。わかりません。君は、このデスゲームと密接な関係があるのかもしれない。そんな、でも、私は、本当に。ダメだ。言えば言うほど、怪しく見えてしまう。一体、私は何者なんだ？信じてください、刑事さん！面白い。え？君の存在が、俺たちの勝利の女神となるか、死神となるのか。命をかけてみるには、悪くない。刑事さん！サラちゃんのこと、もう、サラちゃんにだったら別に殺されてもいいやぐらいに思ってそう。何これ？ああ、いいわ、ほんと、刑事さんって。いや、その表情も好きなんだよね。この、ちょっと斜め上向いて、ははって笑ってる顔。たまらねえ。命。ん？とっくにおまわりさんはそのつもりだよ。この命、預かってくれるかい？サラちゃん。わかりました！こんなとこで荷が重いなんて言えないよ。わかりました。刑事さんの命、預かります。そう、サラちゃんだけじゃないから、私もバッグについてるからね。大丈夫。それでこそ、相棒だ。もしも私が、死神だったら。そうだね。一緒に死んでくれるかい？こんなんなんか、プロポーズじゃない？これはもう、一種のプロポーズなのでは？え？ちょっと、どうしよう！やだ！おめでとう！結婚おめでとう！やばい、ただのオタクになっちゃってるわ。いいでしょう。死ぬ気はない。まあでも、まあね。
そうだよ、ね、あの世で結婚じゃなくて、現世で、ちゃんとこの世で結婚してほしいのでね、死ぬ気はありません。私は死ぬ気、ありませんよ。いい答えだ。さて、もう少し探索しようか。はい。信頼。どこか、ずっと疑っていた。刑事さんは自分のことを話したがらない。元警察官ね。元警察官。きっと話せない過去がある。言えない真実がある。それでも、刑事さんは私にかけてくれた。私は、刑事さんにかけられるだろうか。私は、サラちゃんね、多分だけど、刑事さんのことはほぼほぼもう信頼してると言っても過言ではないんだが、こう信頼しきることが怖いんだと思うんだよね。ジョー君みたいに、またその相棒としてね、刑事さんがそのサラちゃんのことを相棒って言ってくれたみたいに、こう、サラちゃんも、刑事さんのことを相棒だと認めてしまったら、もし、このデスゲームで刑事さんが死んでしまった時に、それこそ自分の心が耐えられないって思ってるから、心にブレーキかけてるんじゃないかなって私は思うな。じゃあ一応刑事さんのデビルモードをやってもらう前にいろいろ見ますか。これだなぁと気になるのは何かがある。まるで人のような。人？刑事さんが手を伸ばした、その時。うわぁ！電気がついた上にやっぱりホエミーじゃないか。なんだ？電気が。こいつは、ホエミー。刑事さん、離れて！いや。生きてない、ね、これ。え？どういうことだ？いや、ていうかさ、そういえばなんだけど、まあ、ホエミーもさ、バラバラの体から、一つになって動き出したから、人形だってことは明白なんだけどさ、カイさんがフライパンで殴った時にさ、ホエミーは頭から血流してたよね。でもさ、人工知能のその、レコさんの AI は、人形は血出てなかったし、整えるも血出てなかったんだよね。だからなんでホエミーは血流してたんだろうって思って、そこちょっと不思議だったんだよなって話をホエミーを見て思い出しました。力の抜けたただの人形だね。ピクリとも動かない。それって、ホエミーが壊れた？電池切れ？本物ではない？ホエミーが壊れたんじゃない？笑い人形ホエミーが壊れたってことですか？いや、そうじゃない。これはおまわりさんたちが最初に出会ったホエミーなんだ。ああ！あ、やっぱさ、ホエミーってさ、あれ人形じゃなくて人間なんじゃないの？血流してたから。あれだよね、人形の腕と足を、頭とさ、胴体につけて、人形完成させた後に、霧が出たじゃん、めっちゃ濃い霧が。あの時に、ここで入れ替わったんだ。人形のホエミーと生きてるホエミーが。ってことは、あいつやっぱ生きてんだな。最初って、11人が出会った時の、初めのミッションってさ。それだね。バラバラなホエミーの体を探すことから始まったでしょ。そういえば、すべてのパーツを探して、完成させたんですよね。そして真っ白なガスが湧き出て、突然ホエミーは動き出した。真っ白な、ガス？そういえば、ガスの部屋はこの部屋と通気口で繋がっている。あの時、すり替わったんだよ。人間のホエミーと。本物とこの人形は別だったのか。これまでの記憶をたどれば、思いつく点はあるはずだ。そう、血流してたからね。人形は血を流さない。これは、人形だったノエルが身をもって証明した事実。そして、ホエミーは、一度カイに殴られて流血していた。辻褄が合ってきたでしょ？この部屋はまだ、面白い事実が隠されてそうだ。
探索を続けよう。ホエミーは、この階のどこかにまだいるんだろうか。あー、ちょっと一旦セーブはしますかね。大丈夫だとは思ってるんだけど。じゃあ部屋見てみよっか。これは？機械の部品のようなものが散乱している。あれ、なんとなく材質が首輪に似ている気がする。あー、ここで首輪作ってたんかな？これは？引き出しの中にはパソコン用のディスクが入っている。何なのかよくわからないな。詳しく調べる。ん？これだけラベルが貼ってあるな。一回監視カメラデータのディスクを手に入れた。監視カメラ？撮られてたのかもね、おまわりさんたち。まさか、これまでずっと。不思議じゃないさ。フロアマスターだけで見張れる人数じゃないしね。考えればそうかもしれないけど、監視役がここにいた、映像が気になるカメラなんてあった。映像が気になるね。中の映像、見てみませんか？やっぱり気になっちゃう？はい。そこのパソコンを使えば映像は確認できそうだけど。見てみようか。あ、まあまあ、ちょっとじゃあ、後回し。冷蔵庫は？開かない。開かないか。ここは？扉固く閉ざされてる。取っ手がない手動では開けられない。これは？分厚いガラスの向こうで寝ているような人影が見える。ほう。人がいます！刑事さん！動く様子はないね。こっちに気づいていないのか？まさか今更生存者ってわけでもなさそうだけど。敵だとしたら気づかれるとまずい。とりあえず、こっちから向こうに行く手段はなさそうだ。探索が終わったら静かに出よう。オッケー？モニターに電源は入ってない。で、ホエミーの人形が座り込んでいる。ここでは、特には変わらないか？刑事さんは意味なくって、じゃあ。机に入っていたディスクを入れてみよう。パソコンは映像を読み込み始めた。おー、最初だね！これは、全員が初めて集まった時、だね。やっぱり、監視されてたんだ。これ自己紹介してんのかな？あれ、この映像、音が入ってない。あ、そうなんだ。まあ、今誰かがどうさ、あー、ジョー君。あ。うわー、もしかして、水泳が大の苦手なサラさん？じゃない？ここ。いやー、辛いよ。いや、悪い悪い、みたいな。ジョー。いやー、この笑顔がね、いいんですよ。あー！サラ。いやー、やっぱり、いやー、ちゃんとしたジョー君の映像でもそれ幻影に見えちゃうのか。サラちゃん。大丈夫です。何ですか？この映像結構長いね。要点以外は飛ばしてみた方がいいと思うんだ。そうですね。覚悟はできてる？え？場合によっては映っているかもしれないよ。仲間の裏が。確かに不審な行動が映っていたら、刑事さんはまだ疑っていたんだ。裏切り者の存在を。まあ、いてもおかしくないからね。疑いたくはないんだけどね。みんなを信じる。覚悟はできてる。刑事さんこそ大丈夫。そう、サラちゃんのことばっかり心配してるけど、刑事さんこそ大丈夫かどうかちゃんと聞いときたいね。刑事さんこそ。不審な行動はないですよね。もう。挑戦的だね。見てみようか、続きを。いや、ちょっと和やかになった。よかった。そして刑事さんは映像の続きを再生し始めた。私たちの
これまでの行動が流れる。まだみんな生きている頃の記録。怪しいところがないか、飛ばし飛ばしで見ていく。そして、サラちゃん。大丈夫です。続きを。強いね、君は。ん？なんだ？広場で。これ、九太郎さんじゃね？九太郎さん裏切り者？いや、ここの流れで九太郎さん映ったらちょっと裏切り者説出てきちゃうじゃんね。カードを置いた？一度目のメインゲームで使った役職カードだ。今、一体誰が置いたんだ？うわぁ！九太郎さん。九太郎さんがカードを意図的にいろんな場所に置いてたってこと？なの？え？今度は誰かがそれを拾った。そうくんか？うわ、身代わり拾ってる！そうさん。予想外だね、この映像は。いや、そうだね。やっぱり最初に拾ってたのがそうさんだったってこともここで分かったし、まさかの九太郎さんがカードをいろんな場所に点々と置いてたってことなんだよね。その停電中にみんなに見られないようにってことか。はぁー。でもそれが本当に裏切り行為なのか、それとも、その、あ、でも確かに九太郎さん一人だけ変だったんだよね、最初の試練もさ、ポエミーの頭が入ってる箱を持ってくるだけの試練だったって言ってたじゃん。じゃ、それみたいな感じで、同じようにその、誘拐犯側として、もしくは、その、最初の試練として、頼まれてたとかなのかな。どうなんだろう。なんか、カイさんにさ、結構固執してたじゃん。だから同じ仲間だったからなのか、それとも、なんかそういう、ちょっと、自分もみんなのことを裏切ってるみたいな罪悪感みたいなのを抱えてたから、カイさんにすごい同情してたみたいなところがあるのかな。でも初対面みたいな感じなのは変わんなかったもんね。え？いや、わからんことだらけだ。まさか、役職カードを仕掛けたのが、九太郎だったとは。待ってください。振り返って考えてみるべき。どういうことですか？いや、振り返って考えてみるべきだね。過去にも同じような話をしましたが、カードを仕掛けたのは、ソウさんだったはずです。いや、ソウさんは、生き残るためにそういう手段を取ったってだけなんじゃないかと思うけどな。ソウさんは、カンナを利用するために、酒場である作戦を実行しました。持っていた身代わりカードを置き、カンナに拾わせて、自分が持つ平民と交換したんです。恩を着せるために。そしてソウさんは、その身代わりをジョーに拾わせた。すべて、ソウさんが仕掛けた罠だったはずです。だが、この映像を見る限り、最初にカードを置いたのは九太郎だ。ソウはそれを知り、利用したに過ぎない。そんな。さあ、映像も残りわずかだ。混乱する頭を整理しながら、再生ボタンを押した。やっぱり、こっそりとカードを置く九太郎さんの姿が何度も映っていた。そして、ソウさんがそのうちのいくつかのカードを拾い、やはり、カンナと交換をしていた。全部事実。増える謎と溶けていく謎。もやもやする気持ちを抑えながら、残りわずかな映像を流す。あれ？ジョーとカイさんが何か話してませんか？何の話してんだろう？
神妙な顔つきだね。二人だけで一体何を。こんなことがあったなんて、ジョーには教えてもらってないぞ。音声が聞こえれば。映像で怪しいところはこれくらいか。時間食っちゃったね。そろそろここを出ようか。このディスク、サラちゃんが持っておいてよ。はい。収穫はあった。あとは銀を探して、脱出につなげるんだ。そうね、銀くんがどこに行ったのかまだ全然わかんないからね。ではピンクの部屋に戻りましょうかね。はい。あ、俺ポップアップ。銀くん？いやー！今の声は。銀！どこだ銀？耳。声に耳を澄ませる。声耳を澄ませよう。なんか、見つかる可能性もあるから、ちょっと。はい。一体、どこから声が。ダメだ。もう聞こえない。銀！状況は変わった。安全を考えるなら、一度戻るべきだけど。そんな、銀を見捨てるんですか？諦めません。私は。どうした、刑事さん。そう、だね。探そう、サラちゃん。もう、失うのは終わりにしよう。はい。探そう。とりあえずここには何もないね。移動しよう。食堂の奥。ん、なんか書いてある。あ、ここに書いてあったのか。ドアには飲酒ができないガキの数を入力してねと書いてある。あー、こんなところにヒントが。なるほど、刑事さんをもっと使うべきでしたな。隠し部屋とかにいるんじゃない？いない？あ、光ってる。本棚に何か入っている。犠牲者のディスク F！ F！ はいはい、なるほど。食堂の奥、隠し部屋は行った。食堂。あ、鍵がある。けど、ここは他に何もないね。鍵。机の上に何かがある。これは、鍵？さっきまでなかったよね。うかつに触らない方がいい気がするけど。いや、取った方がいいだろ。これ、重要だろ。タグ付きの鍵。うわ、びっくりした。まずい。広場から誰か来る。え？調理室に隠れましょう。銀を見つけないと。いや、銀を見つけないと。銀を見つけないと。いや、でも調理室に行くんだろうな、これ。ごめんね。サラちゃん。ああ、抱えられた。刑事さんに抱えられて、調理室へ運び込まれた。近いね。静かに。銀。ドアの近くで足音が止まった。うわ、ホエミーだ。二人組、だね。一人は、ホエミー。小さく話し声が聞こえてくる。ホエミーどんな声だったか忘れちゃった。取り逃したのか。すみません。誰だろう。ここに置いた鍵が。なくしたのか。まったく、諦めろ。銀は、無事なのか。もう一人の人物は、一体誰？いいか？ガシューの好きにさせるな。奴はデスゲームを壊そうとしている。え？あ、ホエミーが主催側っていうか主催な可能性ある？もしかして。ガシューは内側からデスゲームを壊そうとしてるのか？え、でもそしたらカイさんはどうなるんだ？カイさんは親と対立してたよな。え？わかってます。モニタールームには監視機能があるはずだろう。青い配線をつなげるんだ。しっかりとガシューを見張れ。あなたがなぜそれを？それともう一つ。ノエルの頭部にあるチップを必ず回収するんだ。あのチップはこの施設のセキュリティを崩壊させる脅威だ。セキュリティを崩壊させる？お静かに。誰かが聞いてたらどうするんですか？
楽しいことになるでしょうね。それと、タブレットの音鳴っちゃった、もしかして大丈夫か。な、こんな時にパッドが。誰ですか。逃げるしかない。危なこれあれだね、調理室のドアの開けたりとか閉めたりとかそういうのの手間の間に調理室のあそこの隙間から帰ってきたってことでしょ。やぶねえこれ。見つかってたらただじゃ済まなかっただろうね。間一発だったね。でも銀がまだ。少なくともあの二人組に捕まった様子はない。おまわりさんたちにできることを考えよう。できることって。二人組の会話をまとめる。カードの役職を確認する。会話をまとめるのも大事だけど、カードの役職も確認したいけど、まあ、まず会話まとめる？あの二人組、気になることを言ってましたね。ああ、ノエルの頭部のチップがどうとか。それと、モニタールームの監視機能って言ってたよね。どういう機能かはわかりませんが、もし、すべての階の監視カメラが操作できれば。もう一度一階に乗り込んで、捕まるよりはマシそうだね。よし。行こう、サラちゃん。その前に、一応ですが、カードの役職を確認しておきましょう。さっきのうるさい音は、交換のシグナル。そう、だね。誰かのカードが交換されたはずだ。いやー、ここでさ、お互いのカード見せ合うわけにいかないもんね。どうなるんだろう。鍵盤のまま、かな？ぽいね。4分前に2度目の交換が行われました。私は鍵盤のままだ。おまわりさんも、平民のままさ。ほんとかい、刑事さん。信じていいんだよね。変な役職になってないよね。大丈夫だよね。信じてるからね。私たち以外の誰かが。余計なノイズがなくてよかった。さあ、モニタールームへ行こう。いやー、刑事さん何かしらこう、やっぱ隠しそうで怖いんよね。じゃあ行こうかってところなんだけども。うん、時間がいい感じなので今回はじゃあこれで終わりましょうかね。ご視聴ありがとうございました。そうね、銀くんが心配なところなんですけど、銀くんの心配が第一ではあるんだけど、それこそホエミーがまた出てきたりだとか、そのもう一人会話をしていた人物が誰かとか、その Q 太郎さんはなんでカードをみんなに配っていたのかとか、そういう謎がいっぱい増えてきましたね。で、ソウさんに関してはやっぱ利用したに過ぎない、生き残るためなんだろうなっていう感じがなんとなくしてるんだよな。彼はね、なんかひたすら必死に自分が生き残ろうと頑張ってるっていう風に見えるんだよね、なんか。だからまあ、ここの辺の謎とかを解いてったら、他の人の心情とかもね、分かっていくのかなと思うんで、次回以降ちょっとそういうのも含めて見ていこうかなと思います。ではまた次回。おつぴよでーす。